これが道具です。昨日のみたいな。ちょっと苦肉やったなってですね、これ。そうですね。これ持ち替えができないな。あ、ここに昨日あったやつがないんですね。ちなみに後ろは何のためにあるんですか、これ。これはこうノックした時に、ここが結構滑らないの、ガンとこう。ああ。で、まあいろいろあとこう持って歩く時とか。ああ、そうなんですね。滑る。これちょっとその辺でこうやって刺して、はい。はい、なんか感触を。なんか感触を得る。わかりました。とりあえずちょっとロープをセットしてるので。わかりました。よろしくお願いします。右手でこうそうです。こっちはこう。右手でこれを、片手でこう操作できる感じにするんですね。はい、じゃあこちらが左側に来る。そうです。必ず右利きの側をそうしてください。そうすると操作しやすいんで。はい。ではそれにロープを、はい、ロープを通してみて。一本ですね。そうです。通すのはどっからでもいいんですか。どっからでもとりあえず。これ昨日の懸垂加工と一緒で、そうですね。両方あるのはどっち？どっちでもいいです。あ、どっちでも。ちょっとロープはきついんで、かなりギュッてやらないと入っていかないですけど、まあ、強引にやっていってください。そうそうそう。きついでしょ？本当だ。きつい。これエベレストのフィックスロープなんかも、だいたい凍っちゃったりすると本当に入んないんで、こういうのと同じですので、練習しましょう。本当に入るんですね。ギュッと潰して、向きも大事ですよね。そうですね。これが下ですね。そうです。それ逆ですね。こっちが下ですか。これが下。ああ、そっかそっかそっか。こっちがこう。上側が上です、ね、上です、そうです。本当に。わ、なんか切ってる、切った。コツがあるんで、あとで。あ、そうなんですか。ああ、はい。入ったよいしょ。それを右手でやりましょう。あ、そうか。これを右手でやらないと。右手でゲートを、そうそう。柱みたいなところだから、広げないで自分の正面のところの穴ぼこに乗せていくような、蹴るんじゃなくて乗せていくような。じゃあさっきみたいにスーッと上に行く感じ。そうですね、例えばそのこの側面のこぶみたいな、ああいうところに足を、あそこら辺とかですね、そことか、そうそうそう、こぶに足はこぶね、こうやってパッタッで、アックスはこれ穴ぼこ、こういうところで、こういうところ、例えばこうでしょ、で足はこういう、そうです、こことかこことかに乗せる感じ、蹴り込むんだよ、乗せる感じ、置く感じでやれば力使うでもいい。例えばでもないとこはここら辺に蹴り込んだともいいんですか。ないところは蹴り込んでも構わないけど、例えばまあ50センチ空いてたらもう蹴り込まずに上を狙った方がいいです。とかこういうところを狙った方がいいですか。そうです。懸垂やってるんで、多分アイスケルト結構懸垂が必須なんですよ。グッといっちゃってればいっちゃっていいんですよ。多分あと持ってたのこういうこうなってるって手の位置ってこうだと確か力が変わりがないんですよね。なるべく伸ばしてだからできるだけこっちを取った方がやりやすい。そうです。基本は伸ばしっぱなしで、これずっとじーっと近くなんですよね。動きをこの方がリラックスできる。いろいろ足とか探すときも、
これやって、で行くときに、でまた、三、はい、わかりました。両手に乗るんですよね、基本は。そうです。両手に。両手です。片手にこう乗ってるんで。ここ片手でもいいでしょ。でも進むときは片手になんなきゃいけないんで。あ、そうですね。はい、両手で休み、片手で進む。わ、はい、かりました。じゃあ、行きます。頑張れ。あれ、カメラ回してるんですか？え、もう回してます。はい。引っ掛け、引っ掛けです。そうそう。握ってるのはもうちょっと下、一番下を持った方がいいです。あ、そうですか。そう。下に体重乗るんで。左手が特に。はい、で、はい、例えば右手離して右手が張ってきたら、あの、はい、疲れてきたら右手離して、右手こう下に下ろして振る。で、血液を。ブランブランと。そうそうそう。軽くコンコン、そうそうそう。うまいうまい。さっき言ったけど、左手離して、こうブラブラって下でシェイクした方が、と、その方が血流が。いいよ、下ろすよ。はい。ゆっくり行きます。足タイミングの時、張ってこう、ピッキルと同じように、立ってなんですか？あ、前に立ってるんですか？うん、こう、こう、こうじゃなくて、こうなんです。へぇ。氷が割れにくい。あー、なるほど。で、これは、真ん中に本来1本、本、うん、今回ヤマイトンで2本つけてきたんですけど、アイスクライミングってこれ1本。これアイスクライミング用ですか？これアイスクライミング用で山も登れる。へー。アイスクライミングやってこれ1本だけをこの真ん中につけるんですね。これはじゃあ普通？これは普通の山歩き用で、これはアイスクライミング用。へー。なんですね。へー。うん、ありがとうございます。残った残った。オッケーよ、残った残った。引っ掛けでうまく。ナイスナイス。オッケーオッケー。左ですかね。そうですね。左に行くときは、ええ、右のアックスを肩に乗せて、ええ、肩に乗せちゃうの。そう。それで。右手で、左手のアックスの上を持つの、はい。そう。そう。それで、今度左手で、アックス取って左に打つ。そう。なかなか手の力が使うんですね、これ。そう。だからね、うまく休みながら、なんていうのかな。ずっと今力入れっぱなしだったでしょ。そこダメで、こう。手がこうダメになっちゃう前に手を離して休む、休む、血液を送ってあげる。そうすると長持ちするんだね。今もう手が結構いっちゃってるんで、10分ぐらい休まないと回復しないから一回下ろします。はい。こんなのに見えます。下から見てると分かんないですけど、ルートが全く下からじゃ見えない。そうだよね。
さっき敗退したここです。全然見えないんですけどね、ルートが。